ようございます。おはようございます。長い。よいしょ、おはようございます。はい、今日はね、公演ということで配信、朝配信いつも通りするんですけど、起きたらさ、ここが、こっち側がすごいことになっててさ、多分なんか変な肩になりながら押さえつけられて寝てたから、めっちゃ曲がってた頑張って直したけどね。当選してけど仕事が一緒にない。そう、確かそう、休憩で休憩公演はさ、平日が45分間18時45分間やけどさ、他のチーム休憩以外さ、あれやからね、半間やから、確か間に合わない方もいらっしゃるかも。ね、今日なの、やばい、なんかすごいな。昨日まで結構緊張してたのにさ、今日になると急に実感がわかんくなる。怖い。なんでなんやろ、なんかもう実感がなくて今日出るっていう、だからもう分からへん。今日はいつも通り学校行ってリハ行って練習して終わりみたいな。なんですか、かわいいね。お待ちだか無理かも。悲しいね。ああ、ファイトね、ありがとうございます。その辺のとこ入らないの。もう十数年先やわ、それはもうやばい。さすがにさせてくれへん、その曲的にも。ごま、そう、ごまがなんか棚と床の間の何、空洞っていうの、わかん、よう分かんとこに入ろうとしてる。まあ棚ですね、棚に入ろうとしてる、簡単に言うと。
やばいな。今日はね、新しく出してきたんです、このパジャマ。さて、見れてない、クロミちゃんのやつ。去年買って、去年結構使ってて、今年やっと使えたパジャマ。あったかい、まあ、暖かくても寒かった。暖かかったけど、ベッドから出た瞬間もう寒すぎた。私はこれも暖かい。頭おかしくなっちゃった。もう頭おかしくなっちゃいそう、寒すぎて。これで寒いとかどうなって、あ、それでこれで暖かいとかやったらもうやばい。今日暖かくなるみたい。もうどうしよう。なんかもうさ、劇場のさ、楽屋みたいなとこさ、もうめっちゃ寒いんよな。クーラーついてるんかなと思っちゃう。ほんまにジャンパーとパーカーは必須。これさ、世代交代はセーラー服やからパッカー着て、その上にジャンパー着てたけど、まあ今日は多分着れへんからジャンパーだけで頑張る。隙間がって書いてそう、あ、絶対入ってる。ヒュー言ってるね、もうなんか。つい先まではさ、クーラーがさ、ちゃんと機能してる音が流れ、何、あの、流れてるってのもおかしいな、鳴ってた、その物音みたいなやつ、なんか風が吹いた時の音みたいな、鳴ってて何の音やろうと思って、みんなで上向いてて、上から鳴ってたからみんなで何の音やろうと思って見てたら、マネージャーさんが、あ、これクーラー効いてるから鳴ってんねんね、だから上から鳴ってんのかと。しかもさ、それさ、もう秋もうだいぶ終わりそうな時やったから、なぜついてたと。こうやってやった時さ、暖かすぎて、そうでもない、それほんまにそうでもないねんな。なんかもう寒い、え、なんで地上の方が暖かい気するもん、火がある時は。火のおかげで地下やから隠れてるし、風もたまに入ってくるからやばい。動いてきてください。そうかな、結構乾燥すんだ、あそこ。そんな湿気すごいイメージはないかも、劇場。地面がキンキンに冷えてる。ほんまにそう。そうなの。どこにいてもそれはそうなんよな。ネットかけたい、床に。ネットじゃなくていいわ。なんか自販機の
どこに売ってるホットぐらいの温度の水を常に床に撒いておいてほしい。だから常に床は水が張ってる状況にしててほしい。お願いします。そしたら全然あったらそう。でワッカポンさんとお揃いになっちゃった。やっぱ身に合わんな。ボブ、あゆみボブ顔じゃないな。でも常にあったかいから凍ることがないのと、まあ水で座るはまあどうにかな。痛くない、痛くない。ほけてもまあいいねけど、なんか濡れない不思議な水を。でも温かさは感じる。お湯の温かさは感じるけど自分の体を濡れない水を撒いてほしい。今日一つの宣伝ありがとうございます。楽しみ。でも外はさもう無理じゃん、寒いのは。外はどうするって話ね。外はねほんまにどうにもできんからね。夜床だ。そやな、外版の外の床、うん、外の床だみたいな感じ。床暖の外版かみたいな感じです。はい、変なの。今日行くで、ありがとうございます。ありがとうございます。床の外版、外床だ中やん。床暖のもうちょっと科学がなんていう技術が進化してない。ドラえもんのとこでそう、確かにドラえもん飛んだら外あったかくできそうやな。ドラえもん欲しいな。ちょドラミちゃんが欲しい。あゆみなんかさのよくも学校でねあのドラえもんの道具の中に道具の中で欲しいものは何かみたいな、そうやって結構聞かれるんですけど、私絶対4次元ポケットって聞かれてきかな。4次元ポケットって答えてるんですよ。まあこれはドラえもんの道具なんでセーフやし、その一つ一つの道具によってメリットデメリットがあるじゃないですか。だからもうドラえもんの4次元ポケットをもらえばもう全て入ってる。全てかわせんけど、ドラえもんってことで、ドラえもんな、ドラえもんで答えたい悩み。だってドラえもんで答えたら喋る相手おるからね。そしたら
ロボットだからダメって、それはもう動いてるものだからダメって言って、生物としてロボットやけどだからドラえもんの4次元ポケットをねもらっちゃえばもうすでに中は入ってるから全部それもらいました。4次元ポケットも道具だから、だからドラえもんの4次元ポケットって言うね、いつもそのおかげで道具全部もらえてますからね、あのドラえもんがもうすでに買ったものは。はい、誕生を読みましょう。140、140、あ、まだちゃうわ、183ヶ月、間違えた、6ヶ月、え、うん、あと10日で5ヶ月か、うわ、どうしよう、タケコプター、でもタケコプターな、なんかマジで危険らしいからね、あれ本来アニメやからやけど、そのタケコプターの下に来る風で普通に耳とかちぎれちゃうらしい。怖いね。だからほんまに絶対タケコプターとは答えんようにしてる。ヘリコプターがそういう原理で上がってるからタケコプターもね、自分でつけたら、自分の頭につけたら普通に耳ちぎれるぐらいになるらしいです。あの風圧でこうも来るからこうも風が来るから風圧でグイっていっちゃうらしい。怖い、肩もそのうちちぎれそうな。だからほんまに、まあそもそもあれだけでさ浮こうとしたらさ体すごいことになるけどね。あんなちっちゃいのでドボーとしたら首だけポッて飛んでっちゃいそう。じゃあ誕生日見ます、いきます。13位風呂敷さんありがとうございます。12位高野さんありがとうございます。11位タツニヤさんありがとうございます。10位ミーさんありがとうございます。9位ウルスさんありがとうございます。8位ナルさんありがとうございます。7位ジョーさんありがとうございます。6位高松さんありがとうございます。5位スノさんありがとうございます。4位ヨモくんありがとうございます。3位ヨシツさんありがとうございます。ニーナヨさんありがとうございます。そして1位はムーチョさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では読みます。音符 I love you あれですね、あとハート結晶レインボースターだるま雪だるまちゃん、ぶり下がれくまちゃんハットミツ、お花、何これ、むちさん、なんかキンキンキンのやつ、キンキンキンのキンキラケンのやつ、ありがとうございます。なんだなんだこれは、シロペンライト、ありがとうございます。はい、今日もたくさんありがとうございます。これ DM 最初のメールね、ありがとうございます。タケコプターは半重力空間で体全体進んでる、知らんけどやった。どういう原理かよ、不思議よな、マジ。だからタケコプターヘリコプターと同じ原理やろ、それがちっちゃくなっただけやから。ありがとうございます。あ、そう思い出した、あのね、何だっけ、あ、24かの3部かな、追加が3部かの衣装がを変えることにしたんですけど、あの
クリスマスデートコーデになりました。カタカナ多い、カタカナ多いな。はい、クリスマスコーデで、ん、ちょちょ、逆逆、クリスマスデートコーデ。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。はい、では、はい、時計がないんでした、うちには。うちにはないことはないけど、今倒れてるから、ね、横にしてるか見えない。では、ありがとうございました。今日はこれよろしくお願いします。バイバイ。また明日も、あ、明日も7時です。あ、よろしくお願いします。はい、では明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。